そういうピッチャーになってほしいですね。放送席、はい、ではそのヒーローインタビューを聞きましょう。自身4勝目を挙げました大竹耕太郎投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。阪神の高橋投手の見事な投げ合い、投げ勝って気分はいかがですか？まあ、同級生ということもありまして、すごい気持ちも入りましたし、最後こうやって勝つことができてよかったと思います。その見事な投手戦、どんなことを感じながら試合中は投げていたんでしょうか？そうですね、すごく狙い球を絞って、振ってきているなというのが分かったので、まあ、しっかり相手の打者の反応を、投げながら、見ながら、冷静に投げました。その中で非常に今日はチェンジアップの割合が多いように感じました。どのような狙いがあったんでしょうか？やはり原点にもう一度立ち返って、自分の持ち味っていうのはやはり緩急なので、ストレスを早く見せるような配球、まあ、それのためのチェンジアップっていう風に、今日は多く多投しました。今日は3回途中から8回の途中まで17人連続アウトという場面もありました。あれだけこう完璧に抑えているとどんなことをピッチャーは感じるんですか？そうですね、本当にそういう時に限って一発っていうのがよくあることなので、それだけは気をつけて、間違えないように、その甘い球っていうのを間違えていい時と間違えていけない時があるので、間違えないように投げました。今日の投げ合いでの1勝というのはご自身にとっても大きな自信になるんじゃないでしょうか？そうですね、まあ、いい時も悪い時もありますし、そこで一喜一憂しないで、また次のために準備を続けるっていうことが大事だと思うので、まあ、今日抑えたからといって何かこう浮かれることなく、また次の1週間後のために、頑張りたいなと思います。これでご自身としては3試合続けて勝ち星がつきました。次に向けてお願いします。やはりチームが勝つことが一番なので、そこにしっかり貢献できるように、今日のような粘り強いピッチングを続けていけるように頑張りたいと思うので、今後とも応援よろしくお願いします。おめでとうございました。ありがとうございました。今日のヒーローの大竹耕太郎投手でした。続いては7回素晴らしいスリーホームランを放ちましたグラシアル選手です。おめでとうございます。ありがとう。0対0で迎えた7回、ワンボールツーストライクと追い込まれた中でインコースのカットボール、どういう意識で打ったんでしょうか？どういう tiempo fui muy agresivo en ese turno bate, ya que era importante impulsar una carrera, ya que el pitcher nosotros estaba lanzando un buen partido, al igual que el de ellos, pero bueno, el pitcher de ellos se equivocó y gracias a ellos salió jonrón y la traje impulsada.まあ、こっちの先発の大竹もすごい頑張って投げていって、くれたのは分かってましたし、相手のピッチャーもすごいいいピッチャーだったんですけども、攻撃的にバッティングをしていこうと考えながら、なんとか1点欲しいと思いながら打ちました。ただ本当にインコースの難しいボールだったように思えたんですが。Sí, como dije anteriormente, fui muy agresivo, todo lo que estaba cerca de la zona de strike, le hice swing y salió el batazo.まあ、そのインコースを来たらしっかり、攻撃的に打ってやろうというふうに思ってたんで、まあ、そういった部分がホームランにつながってくれてよかったと思ってます。先ほど少し話に出ましたが、大竹投手と高橋投手素晴らしい投げ合いでしたが、守備そして打席、どんなことを今日は試合の中で感じてましたか？Sí, no, los pitchers están en muy buena forma, tenían buen control, buenos lanzamientos, pero el de ellos se equivocó y el de nosotros se llevó la victoria.まあ、そのピッチング自体は両方、両ピッチャーともとてもいいピッチングでしたし、そういった中でこう均衡する場面でありましたけども、集中力を切らさずに打席に立つことができてとても良かったと思ってます。この交流戦に入って5本目のホームラン、データが少ないセ・リーグとの投手との対戦になりますが、どんなことを大事にしているんでしょうか？Bueno, me siento bien, me siento muy buenas condiciones y lo importante es que el equipo esté ganando. El objetivo fundamental de todos nosotros los jugadores.まあ、その日々、しっかり準備という部分では怠っていませんし、チームの勝ちに貢献したいという一心で、準備であり試合をしていますので、それが今のこの結果につながっているかなと思ってます。交流戦も半分終わりました。残り半分に向けていつもに締めていただけますか？Como siempre le digo a nuestros fanáticos que nos sigan apoyando en todo lo que, en todos los partidos que nos quedan en toda la temporada.El equipo nosotros va al 100% en cada juego
y siempre va por la victoria. Digo...まあ僕たちは引き続き 100% 勝ちに向けて頑張っていきますんで、引き続き応援の方よろしくお願いします。ではいつものメッセージで締めていただけますでしょうか。いつもシェンプレイユ福岡大好き、ありがとうございました。ヒーローインタビューは以上です。福岡大好きで締めてくれましたグラシアル選手でした。大竹選手がもうタイガースが狙い球を絞っているのが分かったのでそれを外すようなピッチングというような話をしてましたね。冷静だったんですね。バッターをしっかり見ながらの投球ができたというところですよね。それがこの2安打無失点というピッチングにつながったんでしょうね。そしてグラシアル選手のホームラン、あれインコースの球を攻撃的に狙っていたというようなコメントでしたね。そのボールの前までね、そのインサイドも攻められてましたし、その高めのインサイド気味のボールをね、振ってしまった部分もありましたからね。初めからインサイドのボールを狙ってたというところかもしれないですね。それでも斉藤さんもおっしゃったように確かに私見逃してましたが、この片手で最後は打ったみたいな感じになってましたよね。そうですね。それだけ厳しいボールだったということでしょうね。これをしっかり打つグラシアル、やっぱり改めて技術の高さというものも感じます。そしてホークスファンの皆さんご存じだと思うんですが、グラシアルは7月はキューバナショナルチームの代表でプレーをするということで1ヶ月チームを離れるというのがもうすでに発表されています。これホークスの選手として活躍してくれてるんで、キューバ代表でも頑張ってほしいというふうにエールは送りたいんですが、ホークスにとってはこれちょっと1ヶ月残念ですもんね。そうですね。もうそこまでもうグラシアル